鼻が噛みにくい場合には、まず鼻水を柔らかくします。そうするには、湿らせた温かいタオルを鼻と額に2分間当てておく方法があります。また、お湯の入ったボールの上で頭にタオルをかぶって顔に湯気を当てるか、厚めのシャワーで軌道が開くようにするなど、水蒸気による処置も試しましょう。鼻水が柔らかくなったら、鼻をティッシュで押さえましょう。 次に、指で鼻を押さえて、片方の鼻孔を閉じます。一度に片方だけの鼻孔から空気を出すと、勢いよく鼻を噛むことができます。